皆さんこんにちは。ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。このチャンネルではミステリー小説に関するあれこれを紹介しています。本日のテーマはこちら、ピエール・ルメートル著、我が母なるロージーです。その女アレックスのあのカミーユが帰ってきた、ピエール・ルメートル、カミーユ警部シリーズの最新作の登場です。今回ももちろんネタバレなしで、作品概要、あらすじ紹介、読後の感想という順番でレビューしていきます。今回紹介するのはピエール・ルメートル著、我が母なるロージーです。冒頭でもお話した通り、帰ってきました。突然帰ってきたと言われても意味わからないっていう方とか、シリーズ自体を知らないよという方のために簡単に説明すると、ピエール・ルメートルさんは現代フランスミステリーを語る時には絶対に外せない、超人気作家さんで、2015年版このミステリーがすごい海外編ではシリーズ第2作その女アレックスが1位に輝いたことで有名になりました。シリーズ作品はこちらの第1作悲しみのイレーヌ、第2作その女アレックス、傷だらけの髪の3作品プラス今回の我が母なるロージーの全4作品です。日本語に初めて翻訳されたのがこちらのその女アレックスになっていて、その後に第1作の悲しみのイレーヌ、最後に傷だらけのカミーユという順番で出版されていて、出版順が本来のシリーズの順番とは違うので、そこが注意が必要です。で、今回紹介する我が母なるロージーは最新作なんですけど、時系列的には2番目のその女アレックスと3番目の悲しみのイレーヌじゃなくて傷だらけのカミーユ、この2作品のちょうど真ん中に当たる物語になっています。この動画をご覧の方で海外ミステリー好きだよっていう方がもしこのシリーズ作品読んでいなかったとしたら、もう絶対に読んだ方がいいです。先ほどご覧いただいた通り、ちょっと表紙が怖かったり、あとは内容にもちょっとねグロテスクな表現が出てきたりするので、少し過激な表現とかもあるんですけど、どの作品も本当にクオリティが高くて面白いです。海外ミステリーっていうカテゴリーではあるんですけど、それまで読んできた普通のミステリーとはちょっと違う感じがして、ちょっとねうまく言えないんですけど、すごくね面白いですね。でこれが3部作で完結するって言われていた作品で、もう完結してしまった時は本当に悲しくて、海外ミステリーって人気の作品だとすごくシリーズが長期にわたって連載されるというか、どんどんね新刊が出てくるってイメージがあったので、もうね本当に落ち込みました。ブログの方にも当時いろいろ書いてはいたんですけど、今回この新刊が登場するってことを知って本当に嬉しくて、多分ツイッターだったと思うんですけど、もうえってスマホ見てえってなりました。でも本当に嬉しかったです。今回の表紙もいつも通りな感じなんですけど、不気味さをまといつつもなんかね素敵な雰囲気のデザインになってます。本作は解説含め220ページ、実はこれまでの3作品とは違い長編作品ではなく中編小説です。そして何といっても初版限定の付録がついています。雑誌なら付録付きとか結構見ると思うんですけど、今回このね文庫本で付録っていうのはちょっとね初めてだったので、すごく驚きました。発売から少し経っていますが、初版限定付録欲しいという方はぜひお近くの書店を探してみてください。続いてあらすじ紹介です。本作のあらすじを一言で言うと、パリに爆弾が仕掛けられた、しかも6個も、大変だ、犯人は分かっているから、みんなを助けてカミーユ、なんとか爆弾の場所とか聞き出してという感じのストーリーです。本作はこの事件が発生した1日目から3日目までの3部構成の章立てになっています。もちろんおなじみのキャラクターたちが登場します。パリで爆破事件が発生した直後、警察に出頭した青年は爆弾はあと6つ仕掛けられていると告げ金を要求する。カミーユ・ベルーベン警部は青年の真の狙いは他にあると睨むが、その女レックスのカミーユ警部が一度だけの帰還を果たす、残酷にして意外、壮絶にして美しき終幕まで一気読み必至。最後に読後の感想です。ストーリー自体はとてもシンプルで、長編作品の時のような感動というか、すごい密度の濃い話だったなっていう読後感っていうのはちょっと個人的にはなくて、あくまでも個人的な感想です。でもミステリー小説なんですけど、文学作品を読んだ後のような読後感になりました。なんかうまく言えないんですけど、そのストーリー自体に何か隠された意味がとか込められた意味があるんじゃないかって思わされるような感じです。
本作の著者前書きに書かれている通り、著者のピエール・ルメートルさんはあのアレクサンドル・デュマが大好きな方ということで、もしかしたらそこら辺も影響しているのかなと思います。今回このシリーズファンならではの感想だと思うんですけど、終わってほしくないって思いながらもう読みました。中編で今回結構薄めの作品だったので、もう本当にこう一気読みしようと思えば結構できるボリュームで、でも一気読みしてしまうと終わってしまう。一気読みしたい、でもこれ読んだら終わっちゃう、でももう一気に読みたい、でもこれを読んだら終わってしまうっていう感じの、このジレンマに陥りながら読み進めていくっていう、まあ、その中でもう大切にこう1ページずつ読み進めていったっていう感じです。そしてあの後書き、まあ、解説が書かれているんですけど、その、ね、後書きを読んだらまたシリーズ作品を一から読みたくなりました。これまでの動画でも何度かこれおすすめですって、そのオーナーアレックスおすすめですってお話をしてきているんですけど、内容自体ちょっと忘れてしまってるっていう部分もあるので、今度読み返すとしたら今回の新作を 2.5作のところに入れて時系列にして読んでいきたいなと思います。はい、というわけで今回はピエール・ルメートル著我が母なるロージーをネタバレなしでレビューしてみました。今回が最後、本当に本当の最後ということで、やっぱね悲しいですね。ルメートル作品って実は、ね、今回紹介したシリーズの他にもノンシリーズ作品だったり、今まさに執筆中の世界大戦3部作というものもあるみたいです。まあね、そうやってまだ読んでない作品結構あるので、まあ、そっちの方にもね手を伸ばしていけたらなと思います。まだ今回紹介したカミューシリーズ未読の方はぜひ第1作悲しみのイレーヌから手に取ってみてください。というわけで最後に今読んでる作品はこちら、折原一さん偉人たちの館です。こちらの作品超発掘本って書かれていたり、あとはどんでん返しの定番っていうことで読んでいるんですけど、もう今もうラストの終盤の終盤終盤の終盤ラストのラストみたいな、もう物語佳境に入っているところなので、あとちょっと読み終わるんですけど、いやもう早く読んでしまいたいですね。もしかしたらこちらの作品も後々レビューさせていただくことになるかもしれません。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。